皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。今回はリーグオーダーにおけるコンボについてね、詳しく解説していこうかなと思います。初心者の方向けに最初に知っておきたい知識というところで、スピリッツも大事ですがコンボも大事ですよっていうところね、話をしていくのと、その中でおすすめコンボ、初心者でも出しやすいコンボはどんなコンボなのか、そのコンボを出すためにどんな選手を獲得した方がいいのかっていうところをね、確認をしていこうかなと思います。その他はリーグで勝つための知識をね、軽く豆知識とか紹介していこうかなと思いますので、よかったらチェックしてみてください。このチャンネルでは無課金初心者の方向けにプロスピで役立つお得情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではやっていきましょう。それではチームコンボについて話をしていこうと思います。で、初心者向けに話をしますので、結構ね、その分かってるよってことも多いかもしれませんが、いろいろと確認してみてください。で、僕自身としてはリーグ級と覇王ね、行ったり来たりみたいな感じで、ちょっと中途半端なものね、話になってしまいますので、今回も覇王トップの方のご協力いただきまして、知識をね借りて、それを元に話をしていこうかなと思います。今回知識借りたのはエルブランコさんですね。覇王で金枠、まあ、1位ですね。毎週やってる覇王リーグで金枠1位を9回獲得したことがあり、パリーグの純正最強決定戦で2位もね、獲得したことのある実績がある方でございます。YouTube チャンネルもやっておりまして、各テーマごとに分けて、リーグでのね、そのオーダーの組み方とかコツとかね、考え方を紹介されております。結構わかりやすいので、よかったら概要欄からチャンネルチェックしていただくと、より知識がつくと思いますので、おすすめなチャンネルとなっております。てなわけで、今回お伝えしたいなと思っていることが5つあって、先に紹介すると、1つ目が、基本はスピリッツが優先だよっていうところがあって、それプラスコンボがね、多く出せたらいいよっていうところの話。二つ目は、その中で星3コンボを多く出すことを意識していきましょう。爆発力、最大コンボ上昇値ではなくて平均上昇値が大事ですよという話です。で、三つ目は同値もしくは A ステータスとかそういったところを意識してまずは集めていこうっていうところになります。他にもいろいろあるんですけど、そのコンボを出すために、おすすめな選手の特徴を紹介していきます。4つ目は特殊能力に関しては効果ではなくてコンボが発動するかっていうところに関して見ていきましょうっていうところですね。広角打法だから強いっていうところにはそのリアタイとかの話でございまして、リーグとかだとあんま関係ないところになってきますので、そこが注意点となってます。で、ラストがいろんなパターンに対応するために、無課金の方は特になんですけども、たまたま当たった S をオーダーに入れるために限界突破の準備、A ランクの保管をたくさんしていきましょうというところを話をしていこうかなと思います。てなわけで、初心者向けにまずは知っておきたい知識として、強いチームとはスピリッツ、コンボ、ステータスがバランスよく高いチームのことを基本的に指していきます。で、各役割としてはステータスに関しては試合中のその選手の個人成績に関係をしてくるところ、ミートプラスパワーもしくはピッチャーでいうと球威プラス制球、ここが大事になっていきます。で、プラス、スピリッツとコンボの役割としては、試合前のスピ対決で勝てるかどうかに関わっていきまして、試合前にその土台のスピリッツ、プラス、その時に発動したコンボが上乗せされた数値、その合計値を相手と競うことになります。で、その競った時に、もし負けてしまった方ですね、そっちの方は、チーム全体の選手の調子が下がってしまうみたいな効果があっちゃうんですよね。パワープロとか、据え置きのプロスピとかだとあると思うんですけれども、不調とか是不調とかだと能力がなかなか強く出ないということになってます。そんな感じで負けた方は負けた分だけ不調もしくは是不調とかになってしまうので、なるべくそのスピ対決で勝つことが大事になっていきます。で、スピリッツが優先という理由としては、スピリッツは毎回数値が変わらないですよね。そういったところでムラが全くないので、優先度が高くなっております。ですが、コンボに関してはムラがあります。毎回発動するコンボがね、変わってきます。全部発動するわけではないので、ムラがあるという点で、安定するスピリッツの方が優先ですよっていう感じになっていきます。ただし、その選手交代するときにね、スピリッツが下がるんだけど、チームコンボ新たに出ますよみたいなね、そういったことがあると思うので、そういった時の具体的な比較方法ですね、コンボをスピリッツに換算する計算式とか紹介している動画がありますので、そういう悩みの方はぜひともね、こちらを参考にして、自分のパターンに当てはめて計算をしてみてください。概要欄からリンクありますので、飛んでみてください。そちらもね、エルブランコさんはじめ、覇王トップの方がね、結構使ってらっしゃる計算式となってますね。はい。というわけで、スピリッツが優先ですよっていう話で、次ですね、星3コンボを多く出そうっていうところになります。さっきも言ったムラをなくしていこうっていう話ですね。そのための方法として、星3コンボを多く出すことが重要となります。ムラが出ると良くないのはなんでかっていうと、先発投手で、例えば15奪三振完封をしてくれるみたいな、その爆発的なね、はまったら半端ないみたいな、無双するみたいなピッチャーがいたとしても、リーグ戦ってもう何十試合もあるので、その中で安定して出してくれた方が嬉しいんですよね。なんで7回ね、毎回2失点、3失点とかで、毎回まとめてくれる、完封はないけど、2、3失点でまとめてくれるみたいなピッチャーの方がいいですよ、みたいな感じのイメージです。結構その勘違いしがちなのが、そのコンボ上昇値、最大コンボ上昇値が高ければいいと思っている方ですね。これはそのコンボ状況によって変わります。星3コンボをねめちゃくちゃ出せてる方だとこれが安定して高いのでいいんですけれど、星3コンボが結構少ない方だと
星3と星2って結構ね、その数値が、ね、違ってくるので、ムラが起きてくるので、爆発的よりも最大コンボじゃなくて、平均上昇値がね、高いことも大事だよっていうところが、まあね、隠れてますけども、意識すべきところになっております。実際にそのコンボの仕組みとしては、その上位10コンボですね、プラス発動した上位11から20がサブコンボみたいな感じで合計値になっていきます。ですが、この上位10コンボはいいんですが、11から20のところに関しては、もうその10分の1みたいな感じにね、ざっくりなってしまうみたいなイメージなので、結構あんま影響度が少ないんですよね。なので大事なのは特にこの上位10コンボですね。ここを星3で埋められるかが重要になってくるからっていうところの話になってます。これができていれば基本的にはムラがね、あんまないのかなと考えられると思いますので、そこが大事になります。覇王トップのエルブランコさんであっても星3以上のコンボは、まぁ、ちょっとね、先月教えてもらった時の数値なんですけど、14個らしいですね。なので、まぁ、それで言うと、まぁ、4個発動しなくても、まぁ、ほぼムラがないみたいな感じですね。まあ、ですが、弱い方、星3コンボが少ない方で言うと、例えば10個しか条件満たしてない場合だと、基本的に全部10個に発動することほぼないと思うので、だいたい星2が3つぐらい混じっちゃうよみたいなことがあり得てくるかと思います。なのでそうすると試合ごとに結構そのムラが起きてしまうので、まあ、勝率も悪くなりやすいですよっていうところがあったりします。あとはその先発の当て方とかもね、考えたりとか、上位の方はしてると思うんですけど、こういうそのムラがあってしまうと先発の当て方も結構あんまり参考にしづらいっていう感じですね。戦略的にやろうとしても、まあ、そういったところで、まあ、自分が操作できないところでね、反映されてしまうので、なかなかうまいこと採用がはまりづらいっていうところが起きてくるので、上位に行けば行くほどやっぱりとにかくね、星3以上コンボをですね、戦略をしっかり立てたい方に向けても大事になってくる点かなと思います。なので今週のリーグで絶対に結果を出したいとかそういうことであれば、基本的にオーダーの候補を何個か作ることが大事になってくるそうです。エルブランコさん曰く、まあ、スピ重視オーダーもしくはコンボ重視オーダーなどね、2つ以上オーダーを作って、最強決定戦前とかは練習試合ですね、そこを活用して1日30試合ずつでできますので、まあ、それで比較ね、平均コンボ上昇値、そこを比較して、どっちのオーダーの方が強くなりそうなのかっていうところをね、しっかり見定めてるそうです。結構そこのね、最大コンボ上昇値だけ見てると分かりづらかったりするので、本気でやりたい方は意識していただくといいかなと思います。では、基礎知識としてはね、ちょっと以上になりまして、じゃあ実際に具体的にどのコンボがおすすめかっていうところで、星3以上で、まあ、結構出しやすい、難易度が低いコンボ8つ紹介していこうと思います。1つ目は9段構成のコンボですね。これに関しては、まあ、パターンがあります。普通に1球団だけ純正コンボなのか、リーグ染めですね、セリーグもしくはパリーグで統一するのか、あとは12球団で統一するのかっていうところ、その3択がおすすめとなっていきますので、ここを頑張りましょう。球団構成を合わせる、かつ特訓レベルがね、10にしなきゃいけないので、全員10っていうところが条件なので、そこは意識してください。なんで、まあ、リーグに入れる選手は特訓レベル10っていうところはもう必然っていう感じですね。でまあ、僕自身としてはちょっと12球団ね、その広島とヤクルトがたまたまいなくて、12球団コンボ出してないんですけども、6球団コンボね、最低でも買いコンボで出してるといった状況でございます。まあ、ここはそのスピコンボ比較のところで判断してもらえばっていう感じですね。続いて、特訓によるコンボですね。この修練の証明。これはその平均8以上あればいいので、まあ、これも結構誰でも出しやすい感じかなと思いますので、星4コンボね、必須のコンボになってます。続いて、特能のコンボ。合計の数値ですね。まあ、120、240、360かな。まあ、一番下もあったと思うんですけど、まあ、240以上目指していただくといいのかなと思います。まあ、これは一選手平均10あればね、いける感じになってるので、まあ、大体目指しやすい感じかなとは思います。360だと全員マックスにしなきゃいけないので、相当きついっていう感じなんで、無課金的には240でね、全然いいのかなと思います。360は本当に覇王トップの方を争っている方は意識すべきっていう感じですかね。そして、魂の野手陣。これも簡単ですね。本当にもう選手のランクがまあ一定以上かつポジションが合っていれば出ますので、まあ、オールエースランクでポジションが合っていれば出ますよという簡単な星3コンボです。投手版もありますので、こっちも合わせて出していきましょう。続いて、B 級種数のコンボですね。超変幻自在ですね。これがもう合計15以上あればいいので、なるべく出していきましょう。まあ、なんで獲得する際は、その2個以上とか持ってたら結構優先的、価値は少し高いのかなと考えていいのかなと思ってます。続いて、その何々型を統一するっていうやつですね。例えばこの超シュート、精密、ミート型選手が8名以上で発動するコンボです。ミート型っていうのはそのミート、パワー、走力の中で一番高い数値がミートの選手をまあミート型とね、通称で言います。で同じくパワー型の選手が8人以上で超大弾不敵。これもね、まあ比較的出せるかなと思うので、どっちかを出せるといいのかなと思います。星2コンボ2つだったら星3コンボ1つ出すことを意識していくといいかなと思ってます。ピッチャーは9位制球スタミナの中で、まあ、9位型のピッチャーが圧倒的に全体の中で多くなっていますので、基本はまず9位型を意識してオーダー編成していくといいのかなと思います。でそれプラス出せる方は制球スタミナなんですけど、結構難易度が高いので、
まずは QE 型っていうところを意識していくべきかなと思います。パワー型に関してもどっちもね出すっていうところで言うと、同値の選手が3名以上必要で、ピッチャーだと5名以上必要みたいな感じになっていきます。なんで野手の方がまあ難易度は低いので、まあ、野手の方から頑張っていただくといいのかなっていう印象ですかね。でラストは特別リアリティによる星3コンボですね。こちらアニバーサリーの選手で発動するオートグラフ、あとエキサイティングの選手で発動する熱狂の渦、こちらのどちらかをまあその各シーズンごとにね出していればいいのかなと思います。まあ、これ1名だけで出せますので、まあ、限定リアリティ入れていただくといいのかなと思います。でコンボがそのどのくらいのレベルによってグレードアップするのか、そういったねその数値具体的なところは、まあ、詳しくはこちらのゲームエイトさんのサイトでまとまっております。僕自身もその活用させてもらってまして、まあ、許可もらったんですけれども、まあ、簡潔に各コンボの条件がねしっかりとまとまっておりますので、よかったらそちら見ていただくと分かりやすいかと思うので、概要欄からよかったらチェックしてみてください。まあ、そんな感じですね。で星2コンボに関しても一応大事ではあります。サブコンボとかで反映してくるところなので一応まとめていきますと、まあ、先ほど言った何々型の下位コンボですね、何々型であれば6人であればあの星2コンボが出ます。であと A ステータスが8名以上で星3コンボが出るんですけど、4名以上でも星2コンボが出るので、まあ、そこも意識していくべき。であとはジグザグ打線ですね、打順のところで調節できるんですけど、右バッターがその4人か5人だった場合とかですね、そんな感じで均等にいた場合は交互に並べていくことで星にコンボの条件が満たせるので、まあ、たまたまあったよっていう方は意識してみるといいかもしれません。であと守備適性のコンボですね、このように見ていただくと分かるんですけど、センターライン、センター、ショート、セカンド、キャッチャー、そこのコンボとあとは外野ですね、外野レフト、センター、ライト、このコンボが関係してくるので、まあ、そこの適性をまあ B 以上とかね合わせられるのであればしっかり意識していただくといいのかなと思います。まあ、なので特殊する際とかは単純に守備適性が広がるっていうだけではなくて、まあ、C から B に上がるよとかいう選手とか、もしくは B から A に上がるとか、そういう選手とかに関しては特殊優先度が少し上がってくるかなと思います。サードとファーストは関係してないですね。でラストは特殊能力の合わせですね。これは例えばこれで言うと超アーティストレベル5を持っている選手が3名以上で発動するものになってます。でこの超特能ですね、第一特能がレベル5で3名以上っていうところが合わさっていると、で極みっていうところになります。これが第一特能じゃなかった場合は超アーティストの共演っていう感じになってます。開口もですので、まああれなんですけど、できれば極みっていうところをね意識していただくとよりいいのかなと思います。まあ、なんでその特能のレベルとかここで見ていただいて、レベル5になってないなっていうところですね、惜しいところあればレベル合わせを意識していくといいかなと思います。僕で言うと超パワーヒッターね、このショート坂本選手とファースト小笠原選手、まあ、2人いるので、あと1人超パワーヒッターが、まあ、そのもしレベル上げしてないのであればレベル上げしようとか、そんなところでね考えていただければいいかなと思います。まあ、特能を上げる意味としては発動率が上がるだけじゃなくて、こういうコンボにも関係するといった感じですね。でリーグにおける特殊能力とかに関しては基本的にバッターの個人成績には影響しないというふうに考えられているのが、まあ、通説ですね。まあ、なので打順とか考えるとかに関しても、その片身打ちだから上に伸ばしていこうとか、そういう感じじゃなくて、単純にミートプラスパーの合計値から、まあ、順番に乗せていただくといいのかなっていう感じになっていきます。まあ、選手のねその各調子とかも一応あると言われてるんですけども、基本的にはそういった感じで組んでいただくといいかなっていう感じです。まあ、例外としてその捕手20丸かな、あれに関してはなんか少しだけ効果があるんじゃないかみたいなところをね、その検証でまあ、一応分かってしまっているところ、僕自身がやってみた動画があるので、まあ、確認してみたい方はよかったらチェックしてみていただければと思うんですけれども、基本はそんな影響しないと考えていいと思いますので、特能に関しては先ほど言ったコンボに絡むのかっていうところで意識していただくといいかなと思います。というわけでまとめですね。まあ、とりあえずでもいろんなコンボに対応するために、まあ、どの選手でも極みにできるような準備というところで A ランクを残しておこうっていう話になります。で残すべき選手としてざっくりとした目安としては、単純にまずステータスが高い選手ですね。バッターはミートパワー、ピッチャーだと球威制球が高い選手、なるべく A ステータス乗ってた方がいいですよ、もしくは称号で乗せられるとかいう選手がおすすめですよっていう感じで、バッターだとミート型もしくはパワー型がいいです、走力型よりかはそっちが優先ですよっていう感じです。ピッチャーで言うと球威型がまずおすすめですね。そこが一番コンボが組みやすくなってます。はい、プラス B 級手数が多いとなおいいかなっていう感じになっております。まあそのもしくは例えばね、最初は走力型だけどもミート型に持っていけるとかいうパターンもあるので、称号用っていうところも含めて A をたくさん集めておくといいかなと思います。てなわけでちょっとねそのまとめるの下手くそで申し訳なかったと思うんですけれども、まあ初心者がね初めに知っておくといいんじゃないかというリーグの知識をね紹介させていただきました。今晩ねちょっと難しいところがあるので、まあ、今回まとめさせていただきました。参考になってれば幸いです。まあ、他にも疑問点あれば他の動画にしますので、よかったらリクエスト等をコメントしていってください。ではありがとうございました。無課金初心者の方向けにプロスピリ役立つお得情報を今後も発信していきます。Twitter のフォローと、あとは YouTube のチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。というわけでご視聴いただきまして本日もありがとうございました。